今日は経年変化も含めて、はい、私物を紹介してもらえるということで、ちょっと紹介願いたいんですが、はい、馬の皮っていう牛革ってやっぱりこう魅力にちょっとまた違いがあると思うんですけど、やっぱりこう馬皮って経年変化、味が出るのがもうほとんど楽しいという人が多いと思うんですけど、まあ、これ私物と新品とか織り交ざってるんですけど、フォルバンってやっぱりこう使い込んだ時艶の出方、髪楽しいっていうので、まあ本当にその辺はもうたくさん持ってらっしゃるんでご存知の通りだと思うんですけど、まあ長く使っても、いわゆる折り曲げの部分に個人的にはシワ感とかがほとんど出てこないっていうのがいいなと思って、これ僕が一番最初に自社に関わるようになって買ったやつなんですけど、もう指の油だけで育ててるんであんまりツヤはそこまで出してないんですけど、12、3年使ってます。へえ、これ触ってます、折り曲げの。全然キスとかシワとかないですね。だいたいどうしてもこういう製品って折り曲げの部分にシワが行きやすくなっちゃうので、牛革と比べるとやっぱりこうコード盤の魅力ってこういうシワや角の下りっていうのが少ないっていうのがもう最高かなと思います。その中でもコード盤使い込んだ時のこの辺僕大好きなんですけど、もうすっごいしっとりツヤが出てると思うんですけど、例えばこれの元はこれ、もちろん新品も美しいですけど、正直使ってるやつもめちゃめちゃ美しいですね。トリとツヤが出てきて、そうですね、ツヤも上がりますから、そうですよね。あとお持ちだと思うんですが、ナチュラルコード盤も外せないですね。あ、好きですね、これ。いいっすよね。ナチュラルコード盤はもう本当に自分の指の油しっかりと染み込まして育っていて、これ10年ものうちのスタッフも、あ、すごい経年変化、女の子のスタッフがずっと使ってるんですよ。女の子が使ってるんですか。めっちゃ良くないですか。女性でコード盤ファンもグッと増えてるんで。これちょっと本当にウイスキー。うん。元がこれですからね。この色から10年かけてこの色に。10年ね。めちゃめちゃいいですよ。ここも全然至らずに。やっぱりこう、自分らで言うのもなんなんですけど、うちのコード盤、やっぱいいんですよ。違うさ。でもそれぐらいいいですよ。なんかナチュラルはちょっと希少性が高い。そうですね、人間の肌でもそうですけど、やっぱりこれもいただいた命の副産物、生きていたものを一生涯を終えてもう一度命を吹き込んでるんだけど、ナチュラルっていうのはすっぴんなんで、生きていた時に染み傷がないっていう、そのもう少ない、極端に少ないっていう、もう最高に原皮が綺麗なんだけど、すごい綺麗ですよ、全然作れないです、うちでも。まず見たことない。そうですね、やっぱりこう、うちのコード盤の魅力を語る上で、ちょっとこうコレクテッドグレインコード盤っていうのは外せないんですけど、コード盤のデメリットは、まあ、それこそ、書くことだと思うんですけど、やっぱり、そうです、水です。ちょっとこう、重複してるかもしれないんですけど、お水に対しての、やっぱりこう、デメリット、こういうのとか、これも使い込まれてるんですけど、ポケットに入れてたやつなんですけど、これも僕ポケットに入れてたやつ。お尻ポケットとか入れてると汗を吸う部分だけが絶対的にツヤが落ちるやつなんです。あとは濡れたりして水染みになるってことなんですけど、このコレクテッドグレインコードバンっていうやつが何層も何層も手に色付けするおかげで、湯よりも見るが一番いいと思うので、やっちゃいますか。あ、やっちゃいましょう。やっちゃいますか。さすがにダメじゃないですか。いいっすよ、僕の私物なんで。まあ、いわゆるコード盤に水、大敵、もう今からやることって多分。牛革で絶対しないですよ。で、まあ、馬側の方が特にやっぱりコード盤って水に弱いっていう認識が皆さんの中であるかもしれないですけど、こんだけ思いっきり水の。気入ってる。そうです、そうです、はい。で、これで、いわゆるちょっと拭き取りますね。普通だと、これでもうその濡れた部分だけ、思いっきり水染みができてるはずなんですけど、今これ、皆さんに動画越しで伝われば嬉しいんですけど、これ指で今なじませますよ。濡れた部分と濡れなかった部分、普通だと水染みとかになったりするはずなのに、全然わからないですね。そうです。もうこれ、いわゆる、その、ちょっとこう、差がなくて、本当に極端に水を染み込ませにくいような仕上げをこのコレクテッドグレインコード盤でいわゆる実現できたんですよね。でもただの防水処理だと皮の風合いが死んじゃうんですよ。透明感がなくなっちゃう。こんなに透明感が美しいもので、でもいわゆる指の油も入ってこう育っていくけど、いわゆるちょっとした水とかは染み込ませにくいっていう、本当に贅沢なコード盤なんですよ。ちなみにこの実験したこの財布がうちで言うと最近めちゃくちゃやっぱり人気で、これちょっとよかったら
サイズ感がミニサイズですよね。そうそうそう、まあ、やっぱりファスナー系がやっぱり人気なんですかね。人気ですね。そうなんですね、このサイズ感これ絶妙ですよね。これあのミニ財布っていう言葉ができる前からうち作ってて、2013年ぐらいからやってるんですけど、いやもう当時からあのちょうどいいサイズだなっていうので、これちょっといいですか。この小ささで長財布級にカードがもう結構の枚数入ってますよ。入ってて、その手のサイズ感ってあんまり入らないんですよ。カードが入らないってことです。カードが入らないですし、小銭も少ししかないですけど、ここまで贅沢に。何層？これ3層ですね。1、2、3層で、両サイドにスリット。ここに鍵入れるっていう人もいますね。サイドスリットまで。じゃあもうこれ一つで。そうそうそう。で、お札も今はもうキャッシュレスの時代だから、あんまり入ってないですか。手作り1万円。三つ折りではあるんですけど、今はもうそこまでお札持たないっていう人からすると、持ち歩きの利便性、カードたくさん入って、これ田中さんの携帯借りていいですか？あ、どうぞ。これ。あ、そっか、こうやって持てるのか。もう iPhone とほぼ一緒の幅。これいいですね、めっちゃ。これいいっすよね。いや、僕も実は、あ、荷物少ないんで、携帯と財布で出ることあるんですけど、やっぱりどうしてもポケットに入れる。そうそうそう。これだったら本当に手で。気楽に持っていけて、厚みもさほどないんで、なんかポケット入れやすいんですけど、僕こっちが好きなんですけど、最近こっちの売れ行きがちょっと強くて、なんか、カードがちゃんと入って、お札が折らずに入って、あ、このサイズ感で折らずに。そうです。あの、ギリギリなんですよ。本当に1万円札、蓋で。まぁ、ちょっと、ゆとりはあるんですけどね。そう、ジップタイプの二つ折りは人気あります。あ、そうなんですね。なんか二つ折りっていうのがいいみたいですね。これも悪くないですけど、やっぱり使いやすいんですよね。あの、やっぱり、お札を折りたくないっていう人は、まだ、全然いますから、これが多分売れてる理由が、ジップタイプの二つ折りの中でも、これ小分けが多いんだからと思うんですよ。こっちにもカード入るし、こっちにも小銭だけじゃなくて、ツールームなんで、ここにガサッとポイントカードとか、まとめて入れれて、しかもこれも両サイドスリットもわざわざこうつけてるんで、こういう、いわゆる、パスモとか、ここにパスモとか、小銭の横にも入るんで、電車乗るときに、なんで、長財布の容量がこのサイズに収まって、でも無理なく収まるんで、ミニ財布のちょっとやっぱり嫌なところをあまり入らないっていうのを解消できるのかもしれないですね、ジップ系は。この二方がやっぱうちで言うと最近すごい引き合いやつです。やっぱミニ財布トレンドでよくね、あの各メーカーさん出してますけど、やっぱりミニで使いやすい、あの、ミニでちっちゃいんですけど、なかなかやっぱ物が入らない。そうですね。結構やっぱ使い勝手が意外と良くないっていう声がやっぱり多い。まあ、そこをしっかり、あの、コンパクトだけでも使いやすいっていう、まあ、両面をホームスターの財布は備えてるかなっていうのは印象です。ありがとうございます。で、すごく気になってるのが、カバン。これですね。あの、これ、二つバッグ出してるんですけど、まあ、まずこっちから見てもらって、これもかっこいいですよね。この今の状態。これ、貴重なんですけど、コードバンじゃなくて、でもある意味でコードバンより貴重なんですけど、馬が、馬が、胴体部分の馬がをブライドルレザーのように、ロー付けしてます。名前は、ラグナっていう、ラグナという革のラグナなんですけど、めったにこれ出回るんですけど、これ、うちのスタッフの手術が最高で、こっちが使い込んでる。同じ革です。使用前、使用後。使用前、使用後。ツヤの感じがすごいですね。これめちゃめちゃかっこいいですか？そう。これがうちのスタッフが、まあ、あの、3、4年ぐらい使い込んだやつなんですけど、馬側ってコードバンだけじゃなくて、胴体部分も最高で、ただ、馬側のカバンなんてめったに出回らないんですよ、希少なんで。けど、僕らがなぜ馬側のカバン作るかっていうと、財布の最高な経年変化に負けないぐらい、カバンってやっぱり外に出るもの、財布はカバンの中に入れるものですけど、外に出るものなんで、めちゃくちゃ人に自慢できるんですよね。いい革のバッグ持ってるっていうので。僕らのやっぱりカバンは一過性のものじゃないんで、本当に長く使ってほしいんで、こういう変化楽しめるようにってことでちょっとやらせてもらってます。羨ましいです。いやこれ財布は出さないんですか？この革ですか？この革で。そうですね、あのカバンにすごい適していて、あのいわゆる財布だとコードバンが薄くできるんですよ。うちのコードバンの財布って
評価してくれてる点はすごく薄い、うん、物を入れてもこれだけスッキリとするっていうところにあると思うんですけど、コード版の強さで薄くできる、うん、なのでお財布はやっぱりコードが、ね、最高で、幅になるとやっぱりこのフォースライドもいいんですけど、ただでもちょっと世界最高峰のカバンだけちょっと見ますか、うん、まだあるんですか、例のやつですね。そうです。そのようでした。これ、コード版でバックです。これが、いわゆる世界最高峰のカバンって言っても差し支えない。一枚、大きいコード版を使った、もううちでいう最高峰のバッグですね。見たことないですね。そうですよね。コード版のバッグって作れるメーカーがほとんど存在してないんです、世界的にも。もう大判一枚、ドーンと取ってて。1年間で数個しか作れない。これもメガネ、どれぐらい使ってるんですか？これが、もう何枚も使いますね、このバッグを作るためには。うん、なので、本当に、いわゆるゴムスクラッツ、今川専門ブランドだからこそ、ちょっと作れてるみたいなところですね。光沢がやばいですね。やばいですよね。なんで、今川の良さって、うちの財布もそうですけど、薄く加工ができるところ、強いんで、薄作りにできるんで、これも見た目以上に軽いですし、お財布の牛革よりもやっぱり薄く内装まで馬の皮なんで、加工できるんで、全体的なうちの製品はシャープ。物が入ってもシャープであり、カバンでも軽いっていうところがポイントになるかもしれないです。いろいろと本当にこう馬の皮、今日見てもらいましたけど、やっぱりこう、うち以外も含めて、この動画をきっかけに、いわゆる馬の皮やコード版、そういうものをやっぱり好きになってもらえると、やっぱり一番嬉しいかなっていうのが思います。で、ちなみにおいくらですか？これはですね、50万弱です。50万弱。こちらホースサイドが15万から20万ぐらいっていうので、やっぱりコード版になると。まあ、一生ものですよね。本当に。これ買おうと思ったら予約待ちされてる方も多いって聞くんですが、お色によってはやっぱりこう黒とかは人気なんで予約待ち でブラウンとかは今入ってきてくれたんで、いわゆる買って帰るものがあるんですけど、うんうん、じゃあこれは予約まだ入ってないっていうことですか？あ、そうです、これ入ってきたばっかなんで、はい、大丈夫です。あ、じゃあ買うチャンス。あ、そうですね、まあ、本当に生涯使うよっていうぐらいで、そこまでのやっぱりこう付き合いをしてくれる人には、うん、もう僕らは本当に胸張ってお勧めします。うん、なんかね、お子さんとか違う方にも引き継げるよ。そうですね。誰かに引き継いでいくバックでもあるかもしれないです。うん、もうそれだけのお金を出してでも価値のあるバックってことですね。うん、そうですね。なので本当に馬革、お財布もバックも含めて本当に長くお付き合いしてもらえるものじゃないかなっていうのは、うん、今回の動画でも伝わればいいかなと思います。だからね、やっぱりコードバンという素材そのものやっぱり知らない方。まあ、たくさんあると思う。なんか今日本当に優しくお話しいただいて、なんかね、これを機に、なんか手で取っていただけたらな、っていうのを担当として思ってます。そうですね。有楽町、阪急メンズ東京ですね。はい。阪急メンズ東京、地下1階、大息子のスリーバーです。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。どうも、今日はありがとうございました。ありがとうございました。